Why did never give up? はい、どうももちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日で7月も終わりということで、激しい1ヶ月でした。まあ本当に終わってみればね、もう充実した1ヶ月間となりました。でその中でも、まあいろいろこうやってきた中で、最後のこの、週末2日間、島村垣さんのサマージャム、初日2日目、お手伝いして、書いてきました。まあ結果としては本当に大成功だったんじゃないかなと思います。っていう中で、まあ今日はその自分の中で、まあ印象に残ったこととかを振り返りながら、この2日間のことをお話ししていこうかなと思います。最後までご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。まあ、このサマージャムっていうのは僕にとってもまあ忘れられないイベントというか、僕がこの島村楽器という本当に大きな組織の中の講師になれたのも、まあ、ここでお手伝いしたのがきっかけだったんですよね。まあ、それが、その頑張りをまあお偉いさんに認めていただいて、推薦していただいて、まあ、試験を受けさせていただいた。まあ、そこから、まあ、僕は、まあ、晴れてこの島村垣さんの講師になれたんですよね。なんかまあそういうのもあって、こうなんていうんですかね、まあなんとか貢献したいなって、その後もずっとまあ思ってました。っていう中で今回は、4年ぶりの開催ということでね、まあ久しぶりに4年ぶりの開催っていうのは、そのバンド形式での開催っていうのが久しぶりだったんですね。まあちょっとコロナのせいでどうしてもできなかったっていうところで、まあ今回、ついに復活したということで、本当に生徒もだし、スタッフも、そして僕らも待ち望んでいた形式の復活だったんじゃないかと思うんですね。ただこの4年の間にやっぱり時は流れるわけですよ。要はその時のメンバーが全く同じっていうわけではなくて、新しいスタッフさんが入社して、そしてまあ大切なポジションに抜擢されてっていう中での初回だったので、まあプレッシャーすごかったんじゃないかなと思います。まあそういう中、その4年前の、講師リーダーやってたんですけど、今回4年経ってまた講師リーダー、まあ、任命していただいて、とにかくね、皆さん見てたと思うけど、僕の体調良くなかったじゃないですか。本来だったらここ欠席になるかもしれないっていう中で、まあ過ごしてたんですね。っていうのと、本当は初日にしか出る予定じゃなかったんですけど、まあ2日目もお願いしできないでしょうかと、まあ、言われてね、いやー厳しいよなと思ったけど、なんかやっぱそのどうしてもっていう、まあ、熱意というか、まあ、あとはその先も言ったんですけど、まあその入れていただいたご恩っていうのは、やっぱこれ一生消えないものなのかなと、まあ、いうところで、もうここはまあやるしかないかなということで、まあ2日やることにまあなったんですけど、まず初日ね、やっぱりその4日間あるんですよ。すごいですよね、4日間何組だっつ、だ100を超える120ぐらいの生徒さんが出たということなんですけど、まあ規模がでかい、スケールがでかい、って中でのまあ初日、やっぱりさっきも言ったように、その何をどうやったらうまくいくのかわからないっていう手探りの状態での、まあ、スタートで、結構まあリハーサルでもそのいろいろとうまくいかないこととかもまああったりして、そのなんて言うんでしょうね、まあ初めて出る生徒もいらっしゃれば、初めて演奏する講師さんだったりサポートさんも結構いらっしゃったんですよね。だからやっぱり普通ね、そんなパッと集まってパッと演奏してじゃあ本番って、やっぱ難しいんですよ。っていう中で、まあ、ご苦労された、特にね、ギターだったりピアノだったりのこの上物の方々は、
人数制限っていうのは今回まあ設けられてまして、なかなかその一本でできない演奏をまあそのアレンジしないといけなかったっていうところで、まあご苦労されたんじゃないかなと思うんですけど、まあ本番までにめちゃめちゃ練習 していただいたようで、なんか本番の演奏を聞いた時に、いやこれ相当頑張られたんだなと思って、まあちょっと感動しました。本来だったらそのまあね、その何人かでやるわけだから負担は軽いんですけどね、そのなんて言うんだろう、じゃあどの部分を弾かないといけないのかとか、どの部分をやったら生徒が歌いやすいのかなっていうのは、本当にこの短期間の中でかなり熟慮されたんじゃないかなと思いました。まずこれが結構すごい努力を見たなと。そして自分の生徒たちもまあ出演したんですけど、まあ初めての子ね、特にね、めちゃくちゃ緊張してました。でやべえなと思って、でちょっとまあ隣についてたんですけど、やっぱりあの雰囲気に飲まれるのってまあ当たり前というか、僕もそうだったんで、多分若い頃の自分と同じ気持ちになってるんだろうねと思って、とにかくその100点を取りに行くなと、君はもう出るだけでもうとりあえず十分なんだ、だもうつまらない緊張はやめよう、ダメやった時はダメやった時でいいともう言いました。もうそれ全体に言いました。あの講師挨拶で私ちょっと喋らないといけない、もうどうせやるなら失敗を恐れずにやりましょうと、ミスったら僕たちがカバーしますって言いました。っていう中でまあ控室の中でも全然元気なかったから、まあその子はまあアイドルが好きなんですけど、先週の最後のレッスンの時になんか好きなアニメのね、その名言集みたいなのがあるって僕に見せてくれたわけです。でわーっていろいろ書いてある、それを一緒に80個ぐらいあるって言ってです、ね、80個一緒に全部見たんですけど、でまあ多分いろいろと影響をまあ受けてたんですよね。今ちょっとそれ見ようぜって言って、なんかいいやつあるだろうって言って、一緒にその名言集、これとかも今の君にぴったりじゃないかとか言ったら、ちょっとずつ元気になっていってね。で、本番は、まあ、ちゃんと前を向いて笑顔で歌えてました。めっちゃ感動した。よかった。ほんとよかったです。お疲れ様。で、もう一人の方はもう今回トリで演奏していただいたんですけど、もう何回目なのかな、結構出られてるんですけど、バンドと一緒にやったのは初めてだったんですね。まあということで、その無難な曲っていうか、あまり激しいやつだとちょっとうまく声も聞き取れなかったり、まあ考える時間とかもあるかなと思って、まあバラードにしたんですね。うまくいった時代かなと思います。なんか、この曲にしてよかったなと思いながらまあ聴いてました。一番よくできてたと思います。お疲れ様でした。いやもう本当に2人とも本当に良かったね、っていうのがまあちょっと初日の感想ですね。とにかく初日は何の問題もなく最初から最後までバッチリだったんですね。スタッフの方々も安心したんじゃないかなと思いました。本当にこれで勝利でしょう。で私は途中で抜けてお祭りに行って、そっちでもめっちゃ盛り上がって、ね、昨日の餅トーク見ていただいたら分かるかと思うんですけど、でそっからあの動画の後打ち上げにも参加して、せっかくなのでちょっと地域の振興を深めたいなと思ってメンバーも連れてきて、それもめっちゃ楽しくて、でも明日のこともあるなとか思いながら、でもなんかよくできてるなと思ったのは中締めっていう言葉があるじゃないですか。一回ここで締めます。あれってね、実は途中で帰る人の帰るタイミングにもねなるんじゃないのかなって思いました。だからあれはね、なんだろう、ああいうのすごい大事だなと思う。もうそのタイミングを見計らって、まあ先に上がらせていただいたんですけど、まあでも家着いたのが1時ぐらいかなで1時半ぐらい寝て、で起きたのは4時だったかな、ほとんど寝てないでもその責任ね、任された責任は絶対に果たさないといけない。だけどまあ地域の振興も深めたい。
っていう結果がこの睡眠時間 2.5 時間なんです。起きて、でもう眠たかったから、まあ、その先に用意しとかんとまずいなと思って帰って少し用意してたんですよね。っていうのもあったから、その出かける前そこまでバタバタせずに、まあ、出発することができて、で、まあ、2日目を迎えましたと。2日目はね、まあ、ただの手伝いというか、まあ、自分の生徒が、あ、でもそう、たまたま、そうそう、自分の生徒がいないことはなくて、ギターも習って、ボーカルも習ってる私の生徒がいたんで、これ、すごい、そう。だから、ね、結果ね、行ってよかった。うん。結局、その生徒の演奏も見れたから、これはね、僕、ちょっと嬉しかった。で、2日目は、長く親交のあるスタッフが司会者するということで、それも4年前以来だったんですよね。緊張してないかなと思ってちょっと心配だったんですけど、めっちゃ頑張ってた。まあそのね、初日と2日目ではやっぱりその初日の方はもうキャリアバリバリだった方で、まあ安心して見ていられてっていうところもあって、まあ、2日目は本当に、まあ、若干緊張もあったんでしょうけど、あの一生懸命さがお客さんに伝わって、あの盛り上がりは2日目の方がすごかったですね。もう最初の曲から手拍子がめっちゃ鳴ってて、あれは前説の、まあ、作戦勝ちかなと思って、あの、なんか、あれはあれで、いろんな思い出が、彼にはいろんな思い出があるので、ちょっと感動しました。はい。で、その、2日目が特になんか、生徒の成長っていうか、たまたまなんか4年前に一緒に歌った時のドラムを叩いてた子がいて、覚えてますかって言った、ミスチルの花火歌いましたねとか言って、あ、なんか歌ってる気がするとか、その時のドラムやってましたっていう子がいて、あ、こうやってまた出てきてくれたんだと思ってね、待ち遠しかったって、はいって。そしたら、アドのアシュラちゃんのドラムだったんです。めっちゃ上手だった。あれはもうちょっとね、神がかってましたね。あ、4年ってやっぱ、あれだけの成長を促す力があるんだと思って、まあそれも嬉しかったですね。で、なんかその時の動画を今も見たりするとか、僕のことを覚えててくれたのも嬉しかった。まあ、すかさずチャンネル登録足しましたけどねいやでもその子に関わらずうまい子いっぱいいた。ほんとうまい子いっぱいいた。レベルめっちゃ上がってる。サマージャムのレベルがガンって上がったと思いました。あとは共演した講師の皆さん、初めての方もいらっしゃったんですけど、まあ、その中でもう一つだけ挙げるとすると、私よりも一回り上の先輩ボーカル講師の方、今回初参加だったんですけど、いや今までね、やっぱ僕って言うてももうアラフィフの世代にもう間もなく突入するんですが、それでも最近の歌を歌えるってすげえって本当は思っていいぐらいの年齢なわけですよ。間違っても僕より上の世代の人がそういうのを歌える人ってなかなかいないというか、正直会ったことがないっていう中で、それこそ今の流行りのアドだったりエメさんだったりをもう完璧に歌ってて、しかもめちゃめちゃ声が綺麗でパワフルだったんですよね。あ、もうこれ正直にね、僕より全然上手かった。で、ステージングもすごくね、もうなんていうの、僕みたいなあのなんかこう泥臭さが全くない、なんか格式の高い演奏されてて、いや、もうなんか、てか、どんな練習してんだろうって思って、ちょっといつか聞かせていただきたいなと、いや、思いました。とともに、あ、もうちょっと年齢とか言ってしまったらあれかもしれない、50代になってあれだけのクオリティ保てるんだったら、ちょっとまだまだ僕ほんと楽しめるなっていうのを、まあ、見させていただきました。すごかった。これはなんか僕にとっても、まあ、収穫というか、いろんなことをね考えさせてもらえる、まあ、時間にもなったかなと、思いました。まあとにかく講師陣はもう本当にさすがでしたね、この日は。でも上手とかとか、まあ当たり前なんですけどね、絶対生徒は喜んだんじゃないかなと思います。まあ僕も、その、
モットーとしてることはいつも言ってますけど、やることは変わらずに、まあ、バンドの一員としてみんなを、仲間にして一緒に楽しんでいく、プラスお客さんを巻き込むっていうスタイルで、もう今回も、もうなんか途中から講師じゃなくて、もう一プレイヤーになってましたね。いつものことなんですけど、やらせていただきました。2日目も大成功だったと思います。まずこの前半2日間をね、こういう形で終わって、本当にスタッフの方々はもう大きく胸を撫で下ろしたんじゃないかなと思いました。あ、機材班の方々もね、素晴らしかった。もうなんか初日、ちょっと話戻るんですけど、初日の機材班はもう本当長い付き合いの方がいらっしゃってて、久しぶりの再会だったんですけど、まあ立派になってた。K さん、もう立派になってた。もう一人の方はもうすでに立派だったから、まああれだけど、そのもうこの二人はもう本当に長い付き合いだけど、K さんは、ね、立派になってたな。なんかこう移動して、まあいろいろ揉まれて成長したのかなと思いましたね。いや、よかった。特に、その中でも総責任者で、まあ一人必ず立って、ずっと僕がその在籍してから同じ人がずっとやってたんですよね。もう総責任者って言ったらもうこの人みたいな方がまあいらっしゃってね。今回その方がちょっとまあ出られないっていうことで、新しい総責任者、まあ入ったんですけど、サマージャム未経験者の方だったので、始まるまではもう不安でいっぱいだったんじゃないかなと思うんですよね。まあ今すごくこう、なんだろう、終わってほっとしてるんじゃないかなと思いますね。いや、もうなんかいや、もう素晴らしかったし、もう本当に素敵でした。もうやっぱこう一生懸命やるっていうのは、こう僕らも感動させる力があるんだと思って、まあ自分もこれは頑張らないといけないなっていう気持ちにさせられましたね。いや、本当お疲れ様でした。最後に、あるマネージャーさん、エリアマネージャーさんの方が、まあ、一言ね、またこの島村木さんのいいところって、偉い人が最後に結構いい話して終わるんですよ。で、まあ、この話がなんかこうためになるというか、みんなのこう心に刺さる、まあそういう一言言ってくれるんですけども、今回はなんかもうその全てのまあことに対して、まあ満足しないようにした方がいいと。その時はベストかもしれないですけども、もっとできることがあるんじゃないかと、まあ考え続けることが大事ですよという話をまあされて、なのでその思ったこととかがあればぜひ言ってくださいという話をまあされていました。これも本当にもう僕の考え方全く一緒で、とにかく絶対現状に満足したらそこで終わっちゃうからですね。良かったとしても、そこから先できることを考えることって絶対大事だなと思ったので、なんか最後にいい話を聞かせていただいたなと思います。あ、ちなみに思ったことはいろいろあったので、後ほど、しかもその3日目4日目に行かせそうなこととかもあるかもしれないので、LINE で送ります。まあちょっととにかくね、もうほっとしたのと疲れだ今日の朝もうちょっとね、死人のようになってました。もうご飯食べて、もうシャワーも浴びて、今だいぶリフレッシュできたんで、まあ今日出かけますけども、また通常の、まあ、日程に戻りますが、1年に1回のこのイベント、本当に、あの時の熱が戻ってきたなという、気持ちを本当に感じさせていただきました。でね、見に来ただけの人たち、絶対次出たらいいです。ちょっとでも気持ちが動いた人はぜひスタッフの方に連絡していただければなと思いますので、その時まで頑張ってくださいということで、本日は、サマージャム初日2日目を振り返っての感想を述べさせていただきました。あ、そうだった。昨日はもう一人ずっと、まあサマージャム立ち上げ時ぐらいの時からやってた人がいて、僕も長い親交があったんですけど、
それこそ4年前の日程責任者の方だったんですよね。そうで、僕講師リーダーでやってて、その時以来だったので、ずっとバンド復活させたい復活させたいって言ってね、頑張って今回日程責任者になって、で何の運命かまたご一緒できることになって、リハーサルもうまくいってた時だったんですけど、昨日ね、もう残念ながら体調不良で現場に来れなかった。僕らはもうこの無念さがどれだけ辛い、胸を引き裂かれる思いだったか、もうよく分かってました。いや、ほんと昨日はもうそういうのも含めてスタッフの方々頑張ってたと思います。なんかそれも伝わって、まあ僕ができることはもう盛り上げることと生徒に声かけることしかまあできなかったんですけど、いやー、なんかね、そういう意味でも神がかった一日だったと思います。 Y さん、皆さん頑張ってましたよ。いや、本当にそれも感動しました。うん、まあ多分そういう報告がおそらく言ってるんじゃないかと思うのでね、 Y さんもほっとしたんじゃないかと思います。はい、ちょっと話また伸びちゃいましたけど、とにかくいい2日間でした。ということで、皆さん本当にお疲れ様でした。私も頑張りました。はい、ということで最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。